はい。かずきだよはい。ということで、はい。今日手持ちで、はい。動画も、動画、動画持ってるじゃないや。え、スマホ持ちながら動画やってます。はい。<laughs> はい。ということで、えー、ちょっとね、あ、これ気にしないで。これウィッグだから。うん。いつものことです。はい。最近使ってないんだ。うん。ちょっとね、皆さんに話さなきゃいけないことがあるんですよ。 はい。これ気になるね。映さないで。<laughs> 映さないで。はい。あの、皆さんに話しておかなきゃいけないことがあるんです。えー、それがですね、まず一つ。えー、最近、えー、俺めっちゃ病んでたんですよ。ちょっと仕事が増えてきて、プラスちょっと、まあ、ほぼほぼ一人で子育てしてたんで、 ちょっとね、行き詰まっちゃって、どうやって時間配分作ったらいいかとか分からなくなっちゃったりとかして、結構もうね、追い詰められてたんです。あとまあ、あと編集作業っていうか、あの、まあ自分の方のこのチャンネルは編集は、まあね、特にしてないんですけど、あのグループの方の編集もあったりとかで、結構もう、手に負えないような状態で、もう分刻みのスケジュールになっちゃってたんですよ。 そしたら結構病んじゃいまして、ちょっと最近寝込んでて、なんか腹痛も続いてたんですよ。食べるたびに全部下すみたいな風になっちゃってて、もうちょっとやばいなってなってたんです。で、他にも影響があって、あの、イライラしたりとか、なんだろうなあとまあ、気分がやたら落ちたりとか、っていうのが結構続いてて、 大変でしたまああとまあ具合悪かったんですよ単純に、まあ、風邪もひいたしさっき言った腹痛もそうだしっていうのでうんでまあ正直頑張れないレベルになってたんですいつもだったらもう力ずくでも頑張ってやれって言って前向きに進んでいけるタイプなんですけどここ最近それがねちょっと落ちてたんですよまあ結局追い詰められてたんですはいはい はい。なので、うん、まあ、その報告というのと、あとは、もう一個。ちょっと、皆さん驚いてしまうと思いますが、えー、えー、俺、頑張ってたんですけど、なんでしょう。なんか、彼に振られたんですわ。結構頑張ってたんです。 いや、相手もが、我慢してました。うん。とりあえず、お互い頑張ってました。それは言えます。はい。えなぜ別れる行き先になったのかを説明しましょう。えー、っとですね。そもそも、自分が反省しなきゃいけない点っていうのがあって、それがまず、まあ、お互い、あの、来年一緒に住もうって話になってたんで、だから自分はですね、 やっぱり、一緒に、その、暮らすからには、やっぱりいろいろ、やっぱり、お互いを気遣ったりとか、あとやらなきゃいけないことっていうのがやっぱり増えてくると思うんですよ。人と人との関わりなんで。その中で、やっぱり見てると、自分がなんか何でもやっちゃってて、結構しんどくて、もうそんな時間もなくなってたんで、最近。結構、あれやってこれやってが自分の中で増えてしまったんですよ。あれやってこれやってと言っても、 うん、なんでしょう。まあ、必要最低限のことなんですけど。それが、やっぱりちょっと、彼にとっては重かった。合わせきれない。なんか、まあ、自分がですね、やってもらうのが、俺がやってもらうのが当たり前になってて、それが、向こうとしては、なんか納得いかなかったっていうところで。で、まあ、自分としては、お付き合、付き合う前に、もう、俺と、ま、光はセットだよって言ったりとか、 俺は、あのー、まあ、こういう FTM という人間だしと、いくら体の作りが若干女っぽいだろうが、男なんだよっていうのをやっぱり言った上で、それでお互いが付き合ったんだけど、結構付き合う前から言ってたんです。結構ね、あのー、いや自分はこうだから、こうだけどいいのこんな人だけどいいのとか、いろいろ言ってたんですよ。そしたら、 それでもいいよと言ってくれたんで付き合ったんですけどなんか結構付き合って初めの頃からなんかやっぱり男なんだなこの人っていう見方になってしまったみたいでそこからちょっと気持ちが冷めたみたいなんですけどその時点で言ってようとはちょっと思いましたただそれも自分は気づいてました気づいた上で あのやっぱりそれでも一緒に将来、まあ、生活したいっていう話をしてくれてたからだからこっちもいろいろ尽くしてきたんですよ自分なりに、まあ、それが2ヶ月3ヶ月前ぐらいででただこっちも仕事が忙しくなってきているんであの尽くしきれなかったんですだからあのお互いのあれだから自分が頑張りすぎてもいけないからもうちょっとやってほしいなっていうので、まあ、やってもらうことが増えてきたんです やっぱりね子供一人抱えてるんでやっ,ぱやってもらいたいなっていう要求は増えますどうしても自分一人だったら全然済んだ話なんだけどやっぱり自分と子供は絶対にセットなんで見放すわけにはいきませんし自分の子供なんでっていうのがあったんだけど、まあ、彼からしたらちょっといろいろやりきれないうんやっぱり受け止めきれなかったんです そもそも、普通の女性じゃないから <laughs> っていう理由だった。それは最初に分かって欲しかったなというのが正直な話です。はい。まあ自分も最近、ストレスめっちゃ溜まってて言い過ぎたのもあります。自分があんまり言い過ぎることって普段ないんですよ。よっぽどなことがない限り。じゃあなんでこういう風になったかっていうと、そもそも、あのー、彼にですね、ちょっと、 結構,結構前から嫌気がさしてた部分が正直あったんだけどもただやっぱり信じてたんでそんなちっちゃいことに嫌気さしても良くないなって思って自分は結構多めに見てたんです、まあ、逆に言えば向こうもいろいろ言われてたことに多めに見てくれてたんでお互い様なんですけどあの信用できないなこの人ってちょっと思っちゃった節が正直8月ぐらいにあったんです一回だけども なんか付き合ってくれてるし、なんか将来一緒にね、生活したいって言ってくれてるし、これは多めに見た方がいいなって自分は思ったんです、そのことに対して。だけども、なんか普段の感じを見ると、もうこっちに愛情がないような素振りが結構あって、それで自分が結構、なんか辛い時期があって、それで当たってたっていうのはあります、正直。 ちょっと嫌なところも見えつつ、その反面、なんでこっちのことをちゃんと分かってくれてないのかなっていうので、ちょっと押し付けちゃってた。向こうからしたら押し付けられちゃってるというのがあってのこれです。はい。そうです。はい。まあ、なんかついこの前の動画だと割と仲良く見えてたと思うんですけど、なんか、なんでしょうね。 自分はすっごいやたら人生経験踏んでるんですよ、こう見えて。あの、まだ30歳ですけど。あの、いろんなことがありました。もう相当波乱万丈ですよ。あんた100年生きたんかいっていうレベルの人生を読んでます。だから自分は耐えられるんだろうけど、果たして他の人が同じくらい耐えられるのかって言ったら、そうじゃないんですよね。 かといって自分が頑張りすぎたら自分がどうなってるかって自分が一番わかってるんでだから結構最近彼にお願いしちゃっててただやっぱりそもそも俺に対してそこまでの気持ちがなければ我慢してあげたいとか尽くしてあげたいってやっぱり思えないんでそもそもが何回も言いますけどそもそもが俺のことをやっぱり半分恋愛対象から除外されてたんですよ恋愛対象っていうのが 半分抜けてたんで。うん。うん。なんか、だからやっぱり、性別の壁っていうのは、なかなか越えられないなって思いましたね。めっちゃこれ気になってるね、さっきからね。<laughs> 俺だね、それは。なんか人がいるみたいに見える。うん、うん。つまり、まあ、あと、まあ人生経験とかもあるのかなっていうとこですか うん、自分は本当に生活、一緒に生活するっていう目標を立ててたんで結構厳しく言っちゃってた部分はあるんですけど、言いすぎたんだろうなっていうところが反省してます。はい。はい。うん。まあ、押し付けすぎなんですよ。自分が。自分がやっぱり、押し付けてるんでしょうね。うん。口で勝っちゃうし、しかも。口達しちゃなんで。はい。良くないなって思ってます。 はい。ということで、まあ彼と別れた今、自分の気持ちはどうなってるか。え、落ちこる、落ちこ、落ち込んでるんでしょとか思われがちですけど、まあ落ち込んでないことはないです。だって、将来一緒に住むっていう目標を自分は立てて、で、同じ方向に向かって歩んでくれてたと思ってたんで、それがいきなり、パッサリ波状、波状っていうのなくなっちゃったわけなんです。 これが。ちょっと、心の穴が開いたみたいな感じにはなってますけども、ただそこまですごい辛いわけじゃなくて、なんか、よっぽど自分が病んでたのかはわかりませんが、なんか、ちょっとスッキリした気持ちもあるんですよ。忙しすぎたから、結局彼に会うってなったら、やっぱ色々尽くしちゃうんで自分は。 気も、気にもかけちゃったりもあるし。気にはかけてたんですよ。ちょっと口は悪くなってたり、最近命令系にな、口調になってはいたけど、気にはかけてたんですよ。でもぶっちゃけ、自分のメンタルが落ちて、落ちた時の彼に対しての口調が本当の自分だったのかもしれないです。一番なんだろう、気が抜けてる状態だから、 普段は気を使って優しく話そうと自分はしちゃうタイプの人間だから。だからもしかしたら今このちょっと病んでる自分の口調っていうのが本来の素の口調なのかもしれない。だとしたら、かなりオラついてるんだなってことがわかります。はい。なんとかだろ。なんとかじゃねえの。みたいな感じの口調だったんです、最近。まあ。 やっぱ男なんでしょうね、自分が結局。いくらね、女性に生まれたからといえ。うん。だからもし、次誰かと付き合うことがあるんだったら、もう本当に、真剣に考えてもらいたいから、その日中に結論を出さないでほしい。かなと思う。だから、ま、うん、だからちょっと考えてくださいっていう感じ。もし自分が告った場合ね。<laughs> 自分から告った場合ね。 うん。問題がいろいろあるんだわ。まず FTM、俺が FTM。あとやっぱり子供がいるから、基本的にセットとして考えてもらわなきゃいけない。どうしても子守りをしてもらうこともあるけども、それはやっぱり付き合う以上当たり前になっちゃう、やっぱり。俺との接し、俺と接する時間と子供と接する時間はセットで動いちゃうから、どうしてもそれが当たり前になっちゃう。そこだけかな。 うん、だから、もし誰かと付き合うんだったら、そうだね。もうちょっとしっかり、先のこととかも考えてくれる人がいいなって思いました。いや、いや、あのね、いや、今日まで付き合ってた彼も考えてはくれてたんだよ。ただ、やっぱり気持ちが追いつかなかったのよ。お俺が、俺がやっぱり男だからだよ。<laughs> 先のことを考えるほど多分、 惚れ込まれてはいなかったのかもしれない。最初だけです。本当に。最初だけです。それは体が、多分、ちょっと女だから。はい。だけです。本当ちょっとですよ。あの、自分の体が女っぽいのって、ちょっとですから。うん。分かってる人は分かっている。<laughs> ほぼほぼ男ですからね。うん。ただ俺は、なんか、 俺なりにも、やっぱり我慢してたところがたくさんあったんで、さっきの信用できない部分が実は過去にあったって話もそうですし、ちょっとそれで冷められてたような反応が伺ってたんで自分も。その二つですね、二つがありながらもう頑張って付き合ってきました。そして俺は彼にも、頑張ったねと言いたいです。俺のこの病んでる状態でガミガミ言われながらも、ガミガミまで言ったのか俺わからないけど、あの、この前の、 あの、あの、なんだ。あるじゃん。あの、誕生、誕生日を忘れてた件についてみたいな、あれ。あの時みたいな口調です。あれより気持ちちょっと強い時もあるけど、あんな感じです。うん。だから、ちょっと、ズケズケ言ったことに関して頑張ったねとは言いたい。そこは。本当に頑張ってもらったなと。この何ヶ月かずっとそんな感じだったし。ですね。 うん。なんか、うーんー、まあ、すっきりはしたのかなうん。これで俺も、ちょっと忙しくなくなる。うん、あんまりこういうこと言っちゃいけないんだけど、お互い忙しくなくなります。考えることが一個減るので。だから、これでね、あとお互いいろんなこと考えてね、ちょっとね、しばらくはね、毎日毎日、一日一日を過ごしていけばいいんじゃないかと思います。 うん。まあ、俺も頑張らなあかんなと思ったわけですね。うん。まあ、付き合ってよかったかなって思いますよ。うん。本当に。ああ、やっぱり、うまくいかないんだな、うまくいかない時もあるんだなってことが分かったんで。はい。話長くなったね。<laughs> まあ、ここなんかね、やっぱりね、気持ちがモヤモヤしたりとかね、落ち着かない時って、 なんか誰かと話すことで落ち着くと思うんですよ。うん。いや、本当に最近いろいろあった。だけど、なんかいきなり今年の最後に一気に解消された気持ちです。はい。うん、よかった。ある意味よかったのかもしれない。今日いろんなことできたし。で、自営業なんですけど、私のボイストレーニングのあれなんですけど、あの、近々駅前でティッシュ配りしようかなと思ってるんで、はい。 はい。そうですね。あの、うちの最寄りの駅行ったら、俺が多分いますんで。<laughs> 仕事頑張らなきゃいけないっすね。ピアノあんまり上手くないんで。うん。耳がいいだけなんです。はい。<laughs> いやいや、音痴でもないからね。はい。ということで、はい。ずっと気になってるウィッグが後ろにありますけども。はい。こんな感じで。うん。何回、何回これを掘り起こすんだって話だけど。はい。ということで。 またね、ちょっと気持ちに余裕が出たらね、楽しい動画も作っていきたいと思いますので。では、しばらく待っててね。はい、ではまた、頑張ります。光と二人で頑張ります。